溺れる感が気持ちはきつい。ちょっと行ってみましょう。あっ、立てて、溺れすぎやなこれ。石垣北バイパス、あと3年後、3年4年、ですか。これ見たことないような機械が、機械わからんな、これは何でしょう。これが妖怪山のふもと。ちょっと向こう行ってみます。はあ、工事現場が見えてきました。あそこまで行けるのかな。行ってみよう。こんなところにやってきました。これは何だか、何もおらんやろ。すべて余っていて、ちょっと向いてみましょう。カメラの動きが一緒です。こんなとこに墓があるとは知りません。よいしょ、これもかなり気合い入っとる家がありました。
ラジコン場の下、ここがラジコン場、ラジコン場4階な。こんなとこ家あったかいな。家ちゃうか。ラジコンは誰もしょってないよ今日は。帰ろう。すごい歩きました。4キロ、5キロ、5キロぐらい歩いたかな。まだです。もう1キロ半できた。ナノパンさん、今日は閉まった、12時から